ヒルユクさん的には宇宙の限りを説明できますか説明できません。えっとま宇宙はずっと膨張し続けていて、であの光よりも早くあの広がってるので、まあ、見ることができないですよね。で観察することもできないので、あのどうなってるかよくわかんないですよね。 あの、前のスタバススパチャであの、その宇宙の限界を触ってみたいみたいなのがあったと思うんですけど、その光の速さよりも早く宇宙って膨張しているので、その光の速さよりも早くこう手を伸ばせる人であれば、宇宙のその、 境界は触れれるかもしれないですけど宇宙の境界は光よりも早いので、どんなにこう早く手伸ばしても光より早く手物伸ばせないので、宇宙の境界を触ることが不可能なんですよね。なので宇宙の境界っていうのがどうなってるかは、わからないが正解なんじゃないかなと思います。